うわ嬉しいもうほんまに。サリーのハッピーエクスクレープ今週も始まりました。もうすでに何人だろう、お25人の方見てくださってます、ありがとうございます。で今日もたくさんツイートしていただければなと思います。今日プレゼントもこれだけじゃなくありますので、ぜひぜひたくさんツイートしてください。はい、ちゃんと見れてますか、音も聞こえてますか。ぜひ調子が悪かったらつぶやいていただければなと思います。なんかどこからか音が聞こえたの、これからも、お皆さんどうですか。あこんばんは、あハムさんこんばんは、あビゴラスビゴラス、ジャズが気持ちいい、ありがとうございます。イリーちゃんありがとうございます。お、あっさくも今日もありがとうございます。はい、それではですね、今日も早速ゲストの紹介したいなと思うんですけれども、今日初めて見られる方がもしかしたらいると思うので、この番組の趣旨をちょっとお伝えしたいなと思います。毎週素敵なゲストをお迎えして、波乱万丈な人生をお伺いして、そこから何か成功哲学を学べたらなという、とてもお得な番組ですので、ぜひ皆さんもね、質問とかがありましたらどんどんツイートしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、では早速ゲストを紹介したいと思います。じゃじゃん、ありがとうございます。今日のゲストは株式会社マニアカシオ、はい、の、中道さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます、本当にありがとうございます。もう超有名だと思います。いやいや、かなりあのたくさんね、あの鼻熱いですね。はい、もう私の中ではかなりもう有名な、いやもう本当に全然です。ハニーズ大好き大ファンなんですけども、皆さんもしかしたら知らない方もいらっしゃるかもしれないので、はい、先に見ちゃいます。どうしましょう、ちょっと喋ってくれます。そうですね、いい振りをいい振りをお話ししてから、いい振りをお話ししてから見ていただけたらと思います。ハニーズ株式会社の、はい、社長さんなんですけれども、はい、私が、この会社のことを知ったのが、今日も見てくれてると思うんですけど、はい、黒さん見てますか。黒さんとツイッターでね、絶対見てますね。あ、見てくれて、はい、あるかな、絶対見てくれてると思います。あ、そろそろですって言ってツイートしてくれてるんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。黒さんとちょっと関わりができて、はい、黒さんってどんな会社なんだろうって思ってみたところ、すごく衝撃を受ける、このなんていうんですかね、 YouTube のアドレスがあって、はいはい、そこで見たお寺の CM がかなりびっくりしました。はい、いいのかな、こんなんで。そうですね、はい、あの、うん、お寺の CM にしてはちょっとありえない、はい、ような結果になっちゃったんです。初めて見たっていう感じで、はいはい、そうで、その会社のことが気になって、たくさんいろんな他にもどんなことやってるんだろうっていうので、たくさん見ていった結果、もハマりにハマって、はい、多分ほとんどあのインターネット上に流れてるの私見たんじゃないかなっていうぐらい見てます、はい、で今日皆さんにも見ていただこうかなと思ってるんですけど、お寺の CM、はいはい、それを作ることになったのって今年なんですよね。そうですね、なんかもう結構前なのかなと。すっごい、だって閲覧集2、はい、集じゃない、閲覧、そうですね、まあまあ、はい、見てもらって嬉しいですね。ね、あのニコニコ動画に始め乗ったんだけど、はい、今は YouTube 両方乗ってます、はい、YouTube 今日見てきたら27万アクセス。そうですね、はい、27万ありがとうございます。27万5千アクセス、はい、ということで、どうしましょう、はい、私はもう何回も見てるんですけど、はい、きっと見たい人もいると思うんですけど、はい、来るんだな、
しちゃいます、ね、そうですね、それも見てもらったらよく分かってもらえると思うんでどんな人間かっていうのが、あ、こんなことを挑戦してしまう、はい、うん、社長さんですっていう、はい、紹介 VTR みたいな感じなんですけど、はい、ぜひいいかな、はい、いいですか、じゃあよろしくお願いします、はい、マシューさんどうでしょう、調子のほどは OK、 じゃあ皆さんぜひお楽しみください、はい、どうぞどうぞ、出るか、すごい、お寺と神社の違いって何？そんなこと気にしなくていいよ。だってウィキペディアに書いてあるから。でも心地はしといてほしいの。心地はいといてほしいの。元気出ちゃうから。それでは案内するよ。さあ皆さん一緒に萩ふへ本拠地。よく来ます。寝る前に、あ、神様仏様って思うよりも来いと。やっぱり別に来ても何もなんないから、ね、いいですよ。でも何かなる時がある。その時がまた来る。そうするとハマる。単純にハマる。めっちゃ素敵。来やすい。お寺で入りにくい、そんなことないで。お寺で実はむちゃくちゃカジュアルやねんで。お寺で実はむちゃくちゃ気軽やで。リラックスしてデートして、自然に触れて悩み相談して、喉潤してまじゅくって、雨なめたら楽しくなっちゃった。祈願して供養して厄よけ、そぎももちろん OK。 自分の中のありがとうとごめんなさいが見つかり楽しくなっちゃった。本拠地、そこは心を洗う場所。立派な住職ですからね。その悲しみでお寺に来るんではなくって、こう元気をもらいにお寺に来てもらいたいっていうんで、もうなるべく敷居を低くしながら頑張ってる最中であると。で、本当は目指すところはこのお寺自体が公園みたいになればいいなと思ってます、うん、公園ちょっと今ね塀があるんで、その自由に出入りするっていうのはもう門からしかないので、まあ、これはちょっとしょうがないことなんですけど、もうそれこそコンビニの駐車場みたいにどこからでも車で入る。住所のところすごい好きで、まあちょっとブラッと歌に歌に住所が入ってる、歌なのに住所入ってる感じですけど、なんでなんかすっきりしたな。じゃあまた歌の歌詞に住所ってなかなかないですよね。気軽に立ち寄れる場所にしたいなというふうには思ってますね。いやでも、ね、やらしてくれた夕食が終わる。ファンコージー、そこも元気になれる場所。ファンコージー、そこは心洗う場所。ファンコージー、そこは笑顔を作る場所。お寺ってこうだろ。千葉県市川市大野町ツイートいただければと思います、はい。よくある質問なんですけど、はいはい、公式です、公式です、公式の CM です。公式の CM っていうのは遊びで作ったとかじゃないです。本当にお寺の、はい、美藤住職が真剣と一緒に真剣に作った CM です。これって先に、はい、ブログ情報なんですけど、先にこう、はい、
オーダーがあって作ってほしいっていうのがあって、はいはい、本当にうちでいいんですかっていうか、そうですね、そのうちでいいんですかの理由は、あの普通のもの、はい、一般受けしそうなものは作る、はい、得意じゃないですよっていう意味の、そうですね、うん、あのまあ一般受けというよりはその無難な映像は僕はちょっとあまり苦手なので、うん、本当に僕でいいんですかっていうことはお聞きしたんですけど、はい、いやだからお願いしたんですみたいな、だから始まってますね、はい、それであのプレゼンというかね、はい、こういうのどうですかっていう、はい、ハヒフヘ本工事どうですか、はい、っていうのをお伝えしたんですよ、はい、そうですね、そうですね、僕もこういう映像がすごく好きなので、はい、あのしかもそういうあのお願いのされ方、依頼のされ方をしたので、うんうん、僕自身そのすごく面白いものを持っていったんですけど、はい、さすがにあの本物のお寺なので、日蓮宗の本当にちゃんとしたお寺なので、はい、少しあのビビった部分もあってお寺に行った時に、はい、お寺に行って、はい、そういうプレゼンがあって、住職もきちんと真剣に聞いてくださってるわけじゃないですか。その中で、うん、あのこういったまずこの今回のこの映像のこういったテイストをプレゼンしたんですけど、さすがによくないかなと思って爽やかなこういう見せ方も十分あの奇抜じゃないですかっていう、お寺が、はい、お寺がこういう爽やかな CM なんて奇抜じゃないですかって思って見せたら、それはもう、はい、いや違うって言われましたからね。俺の求めてるのはそっちじゃないんだっていう、はい、もう全然違う これですと、もう最初に持ってきてくれたこのきっとぎついバージョンが僕がやりたかったことですという話で、僕は本当に何回も何回も聞いたんですけど本当にいいんですかっていう、そりゃ聞きますよね、はい、うんうんうん、お寺の人のチョイスに感動って、あ、カバサさんも見てくださってますね、すごいありがたいですね、はい、もう本当にそうですね、もう12回ぐらいの本当にいいんですかをくぐり抜けて完成した動画、うん、確認という意味ですよね、はい、まず呼ばれた時に僕でいいんですかって聞いて、はい、プレゼンの時に本当にいいんですかみたいな、でシナリオを詳しく持ってた時にこれでいこう本当にいいんですかみたいないざ撮影入りますけど撮るカメラマンもいいんですかそれだってっていうもう僕も、うん、最後の最後あの音楽担当のそのイナッチもイナッチも作ってる間本当にいいんですか僕も動画編集してて本当にいいのかなみたいな、あその場にいたかったなんかそういうのをいいんですかって聞く意味っていうのは、はい、これ大丈夫なんですかこれあの他の人から例えば、はい、周りから反対されないんですか、はい、ご家族から、はい、ね、大丈夫なんですかっていういろんな意味が、はい、そうですね、あったと思うんですけど、はい、やっぱり反対とかありますよね。反対はありましたね。だって新しい要素も絶対に、そうですね、うん、やっぱりあの反対というかそのまあ反対ですね、うん、まずあの住職はもう確固たる理念を持ってこの映像を作られたので、はい、もう住職はとにかくやりましょうってことだったんですけど、やっぱりそのお寺を守ってる檀家さんがいらっしゃってて、はい、40名ぐらいいらっしゃると思うんですけど、お寺を支援している、そうですね、檀家さんがやっぱりちょっとどうなのっていう、そ心配してってくださってもそうですね、ですよね、まあその檀家さんの、うん、まあ、お孫さんにあたる方がたまたまニコニコ動画を見たみたいで、はい、でそのコメントがやっぱり、うん、過激だから、はい、過激なコメントがたくさんあるわけじゃないですか、はい、それを見てちょっと心配になったようで、うん、もうあの檀家さん全員の間にその情報が広まって、はい、もう次の週ぐらいに僕が呼ばれまして、はい、まあ、ちょっと来いとその下り聞いたら怖いですね、はい、ちょっと怖いと、あの呼び出しっていうやつです、はい、これ作ったの誰だとこれ作ったの誰ですかみたいなことで呼ばれまして、はい、あのお寺ですよ、ちゃんとしたお寺に行きまして、うん、ちょっと座りなさい、はい、じゃないですか机がですね、そのずらっと並んでおりまして、いや緊張する、はいはい、よくあるそのアメリカのなんか、うん、大きい企業の株主総会、あ、なんかこの字みたいなやつそうです、そうです、はい、なんかそういう形で机が並んでまして、うん、皆さんこう茶菓子まで用意してありまして、はいはいはい、皆さんずっしり座ってらっしゃってて、僕がそう言われて、僕もそこに私が作りましたよ、はい、みたいな、はい、すいません僕ですっていう形で正座をさせられて緊張もうどうなるんやろうなと思ったんですけど、はい、まあ、そこで
もう鼻から とにかく下げようっていう話なんですよ。あ、もうこれのインターネットに載しとくには、はい、なんていうんですかね、はい、過激すぎる、はい、ですのでもうお寺のイメージがとか言うんじゃないですか。そうですね、うん、まあ、イメージであったり、うん、その住職であったりっていう、はい、まあ、とにかくそのそういったコメントのこともあるので、うん、とにかくもう外しましょうの一点張りで、うん、僕はもうそういうあの問いかけ、あの、なんていうんですかね、説得されるというか、はい、一方的にそういうふうな言われたような状態だったんですけど、うん、ただあの実はでも僕とそのまあ、あの、まあ、来週来るあのゲスト、はい、ちょっと楽しみですよね。そこにあの僕紹介してくださった方も、ね、はい、ですのでその場にいたんですけど、うん、あのその要するに制作に携わったその3人は、はい、住職も含め、うん、全然実はビビってなかったというか、あの内心全然自信があったので、それは予想してたという意味で。そうですね、想定内だったっていう、はい、やっぱり僕もその12回ぐらいの本当にいいんですかをくぐり抜けて作った、はい、あの、そうですよね、作品なので、うん、やっぱりそこは住職と、うん、そのもう一人の社長とそこはもうすごく話し合いをしてたんですね、うん、どういうふうなことが起きたらやめましょうとか、はい、どういうふうなところまでは大丈夫だってことをもう何回も何回も検証して、うん、いろいろ話し合ったんですね、うん、でその中でやっぱり住職 その持ってらっしゃるお寺離れ、お寺の素晴らしさというかお寺の考え方っていうのを、うん、まあ、今回はもう若者に広めたいっていう、若者にお寺をこう分かってもらうためのっていう、はい、うん、仏教であったりそのお釈迦様の考え方であったり、はい、そういったそのお寺の考え方っていうのをがもう本当に知らないんですよね、若い方とかって、うんうん、僕ももちろんほとんど知らなかったですし、ちょっと壁がありますよね、ええ、うん、それでそうですね、それを外すために絶対今回のこういった演出は必要だから、うん、大丈夫だと、で芯にあるメッセージはもう間違いないものなので、はい、このまま行こうと、でただその住職と僕とその最後まで話し合ったのは、うん、誰か一人でも傷つく人がいたらやめましょうっていう話をしたんですね、うん、例えば苦情が本当に実際に苦情の電話が鳴ったり、はい、苦情を持った人が来たりとか、うん、そういったいたずらではなくて本当に何かそういった心苦しい方が一人でも出たらやめましょうっていう約束ごとで始めたんですよ、ね、うん、はい、それぐらい僕らはその誰も傷つかず、うん、お寺の素晴らしいメッセージに対して笑いという、まあ、武器を身にまとって壁を破って若者に届けるっていう、まあ、信念があったんで、うん、そのままGO というか、はい、上げさせてもらって、うん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 、でまあ檀家さんにそうやってこう問いただされた時も、はい、もう40名ぐらいいらっしゃるんでわーっていう形にはな40人って結構ですよね結構な緊張感で、結構ですよね、はい、うん、オーラがすごくビシビシ伝わってきたんですけどただそこですごく生きたコミュニケーション術というのがありまして、あ、それで、はい、前の前に出ていただいた、はい、前の前に出て出演されてた、はい、中達也さんのやってらっしゃる、はい、ハーティーコミュニケーション、そこで、はい、その技を教えてもらっといてよかったみたいなところなんですよね、はい、すごいよな、これがまた人を傷つけず、うん、もちろん傷つけずというか、はい、人を気持ちよく意見を飲んでもらう、飲んでもらうというか、うん、人を、まあ、動かすっていうとちょっと僕もちょっと偉そうになってしまうんですけど、うん、要するに人の心をこう動いてもらうというか、うん、そういった技術を、はい、技術でありそのセンスというか考え方というのを中田さんにもともと教えてもらってたので、うん、これはもうここしかないと、中さんすごい、はい、うん、それを使わせてもらって、すぐにリアルに、はい、その40人に対してやってみてどうだったんですか。もう本当にシンプルな仕組みなんですけど、うん、きちんと相手の方の40名の方のおっしゃることをきちんと最後まで聞いて、途中別に特に遮ることもなく全部聞いて、結局はそのお互い何か心の中に意見があると、うん、意見だけをぶつけ合うとやっぱ衝突するじゃないですか、うん、はい、うん、そうじゃなくてこの場は、うん、何をするために集まったのかっていうところに
全部お話をお聞きした後に立ち返ったんですね、うんうん、住職と一緒に、うんうん、じゃあどの方の全員のもちろんなんですけど檀家さんはもうお寺を愛してる方々なんで、うんうんうん、もちろんお寺が良くなってほしい、うん、でもちろん作った側もそうです、そうですよね、うん、ただ一緒なんですよね、うん、で結局今日はじゃあなぜ40名の方々は、うん、その僕らに対して下げろって言うんですかっていう質問を最後に聞くと、うん、いや住職がの身が危ないというか、うん、住職の名前が下がるんじゃないかとかイメージが悪くなってしまうんじゃないかっていう、はい、うんうん、それを要するに住職を助けたいってことですよねっていう住職のことを思いやって皆様今日集まられてるんですよねって、うん、じゃあご安心くださいっていうことをお伝えしたんです、はい、なぜなら実際お寺に苦情の電話お問い合わせ1件も件ほんと0件なんですね、うん、で YouTube のコメントもありますし、うん、そのコメントのもうほとんどが肯定的なコメントだったので、はい、そういうのを全部コピーしたものをお配りしてご説明したんですね、うん、でまあ、あの YouTube は何なんだとニコニコ動画は何なんだっていう話だけが最後に残ったんで、うん、はい、そのニコニコ動画っていうのは、うん、まあ、ある種ああやっていろんな人が、うん、いろんなこうツッコミというか、はい、動画に対する意見を言ったり、うん、ツッコミをしてこうあそのツッコミ面白いねっていうのとかでも楽しむような場なんですよってことを説明したら、はい、もう綺麗に全員ご理解いただいて、そうやったらもともとその言い合うことでもなかったねっていうような決着になりまして、でもその場があったことでお互いがそうですね、また分かり合えてよかった、はい、そうですね、かもしれないですね。ですのでも結果的にはもう全然その住職のその素晴らしい思いっていうのが皆様に伝わって、で今後こういう形で動画を配信していきますっていう形で無事なあの配信し続けられてるんですけど、配信始めて今結構経ちますか？そうですね、そうですね、もう半年経ったんですかね。かなりの方に見られて、テレビとかにもテレビも出ました、はい、取り上げられてすごいですよね、はい、あ、新しいことをするのはこういろいろ、あ、みんな新しいお寺のイメージとかついてるさ、発想が斬新だとかありがとうございます。すごい。次のバージョン依頼はないのですかという質問をいただいてます。それは秘密ですね楽しみですね、はい、すごいびっくりしてもらいたいんで、うんうんうん650年の歴史だもんなあそこ、はい、そりゃそうなるわなっていう、はい、ね、ありがとうございます。だね、誰もしないことをするって勇気がいりますよね。シンディからいただきました。そうですね、うん、その挑戦する、はい、まあ、住職さんも含めですけど、はい、挑戦する時のシンディってどうなんでしょう、まあ、他にもね、はい、結婚式の二次会の、あ、結婚式か、はい、のムービーとかも作られてます、はい、あれもかなり斬新じゃないですか、はい、まあそうですね、斬新前代未聞って、ね、はい、全部に持ってたりしますけど、はい、ああいうのを出す時っていうのはやっぱり若干不安というか、こう風が来るんじゃないかなみたいな、こう、はい、ね、反対意見とか、はい、うん、来るんじゃないかなっていうのがあると思うんですけど、はい、そこをやれちゃうのっていうのは何なんですかね。すごいシンプルなんですけど、うん、あくまでも斬新というか、うん、奇抜な演出っていうのは、はい、そのシンプルな感動とか、例えば、うん、新郎新婦が結婚式だったら、はい、新郎新婦が出会った素晴らしさっていうのを伝える反動というかアンチテーゼというかギャップで奇抜さを出してるだけなので、伝える何を伝えるかっていう、この何がもともとの新郎新婦におめでとうを伝える、はい、もしくは新郎新婦から来てくださった方々にありがとうを伝えるっていうところが一切ぶれないんで、はい、逆に全然ドキドキしないというか、あ、そっか、メッセージはもうこれで、そうなんですよ、それを伝えるための表現方法が、はい、そうですね、うーん、ブログとか読むと、はい、かなりもうハマってめちゃくちゃ読んでブログとかを読むと、はい、結婚する新郎新婦さんに向けての
ちょっと愚痴っていうんですか、悪口みたいな、はい、そういうのをいっぱい集めてても最終的には泣けるみたいな、はい、そうですね、なんかそれもすごく新しいなと思いましたし、はい、なんか瞬間でその今までの過去を振り返る時間っていうのが、はい、そう感動させる技なんだみたいなのありませんでした、はいはい、なんかそういうのってすごいなと思ったんですけど、なるほど、うん、それってどこからの発想なんですか、どこからというか、うん、結構ほとんどよくよく考えると、うん、ほとんど世の中の面白いものってそうなんですよね。というのも、はい、映像とか、うんうん、よく映像であったり、まあ、その小説とか何でもそうなんですけど、こう結局オチが何でもあるじゃないですか、はい、映像にしたって何にしたって、うん、そのオチに行った時にいかにこう、まあ、カタルシスって言って、ああよかったって思えるかがその映画を見る面白さじゃないですか。なんかこうギュッて縮まってたものが解放されたみたいな、解放されたとか、うん、例えばまあもう僕よくこの話をするんですけど、はい、例えばスーパーマリオあるじゃないですか、うん、スーパーマリオって小学校の時からみんな気楽にゲームとして、はい、お面白いなと楽しんでたと思うんですけど、うん、スーパーマリオってよくよく考えるとピーチ姫さらわれてるんですよね、スタートの時に。あ、思い出しました、座右の銘、はい、はいはい、書いてました、はい、これすごい冷静に見るとなんですけど、あ、そうだ、ピーチ姫さらわれてるんですよねすごい極限から始まってるんですよね。そうなんですよ。あ、そうだ、めっちゃ奇抜じゃないですか、うんうんうん、確かに。要はめっちゃ幸せな生活を送ってたのに、うん、いきなりクッパみたいなわけのわからんその亀のお化けに恋人をさらわれるわけですよね。さらわれてもう助けに行くの冒険ですよね。確か配管工のおじさんがそう、普通の格好で行っちゃうっていうことですね、はい、そういえば極限だと思うんですよ、恋人、そうですね、こっち恋人さらわれとんねんみたいな話じゃないですか。そうだ、そうですね、それって、うん、めっちゃ奇抜ですよね、うん、マイナスから言ったら入っていることですよね。そうです、入り口は、はい、うん、あ、そっか。だから例えば、うん、企業の映像にしたって、はい、その企業の商品紹介にしたって何でも同じなんですけど、うん、それぐらい奇抜なことを最初にかぶせてあげないと、うん、いざ見終わった時にあ面白かったってならないと思うんですよ、うん、なんかそういう反動、そうですね、その振り幅が広ければ広いほど、大きければ大きいほど、うんうんうん、やっぱり見終わった後って気持ちいいですよね。あ、そっか、人間ってどれだけ心を動かされたかっていうところ、はい、イコール感動ですよね。だと思います、はい、そうですよね。そう、あ、そういう意味では、はい、中道さんのところのホームページで、はい、普通のことはできあんまり得意じゃないみたいな。そうですね、無難な無難な、はい、無難なことが得意じゃないというのはそういうことですね。っていうのはそういう、はい、うん、いわゆるやらないことからも伝えてるっていうか。そうですね、うん、別にできないわけじゃ絶対ないじゃないですか、はい、そうですね、うん、あんまりそれやっても感動が少ないからっていう、はい、そうですね、もう伝わらないからというか、うん、その見終わった後にうんってこう例えばでんってなっちゃう映像って多いと思うんですよね。結婚式のやつ、はい、最後まで見終わってあれっていう、それはしたくないんですよ。すっ、あ、配管工のおじさん笑いスーパーマリオ理論いいねすいません、ほんま、いや確かに本当そうですよね。あ、クロさん、芯があるクリエイティブ、きちんとしたシナリオっていいな、いいやつですね。クロさんぜひ、ね、今度遊びに来てほしいです。そうですよ、クロさんも来ればいいよね。あ、来てください、今から来てください、つらいです、はい、ツイッターやってないで来てください。いなちさんも来て、いなちも来てほしいですね。いなちさん見てるかな、どうでしょう。あ、いなちここに入るかどうかちょっと入らないかもしれないですね、ちょっと、はい、なんか中見さんのブログとかって、はいはい、皆さん見たらすごいハマると思うので見てほしいんですけどいなちさん結構いじってますよね。いなちが出てきてますね、はい、愛いっぱいですよね、はい、いなちはもうすっごいおかしい、ね、いなちゃん本当面白いんですよ。何でしたそんな話じゃない、ちょっと待ってくださいねもっと聞きたいことがいっぱいある、はい、すいません
そうそう、今みんなちょっと多分ドキドキしたと思うんですけどね、自分の話されるかっていう今度ゆっくりしますんで、またプライベートでいろいろ聞かせていただければ、はい、僕のブログにたくさん出てきますんで、いなちはそう、すっごい面白いんです、剃って寝るんですよ剃って寝る、剃って寝る、ね、ちょっと昔の記事になるんですけど、すごい、いなちが剃って寝てる記事を、剃って寝て壁にちょっと頭が埋まってる写真とかがすごい面白いぜひぜひ読んでください、見てください。そう、あ、そう、ちょっと根本的な話になるんですけど、はいはい、どうしてこの業界を始めることになったのかとか教えてもらっていいですか。あ、映像ですか、うん、そうですね、すごく、どこから話せばいいですかうん、時間の許さない僕、そうですね、はい、その根本を言うと、あの父親が、はい、あのまあ、スタジオミュージシャンというか田舎でなんですけど、僕あの佐賀県生まれなんですけど、あの子供の時に父親がそういう、うん、家がまあスタジオに近かったので、そういうのを、はい、見ていたのがあり、でまあちょっと両親は離婚してるんですけど、うん、でその離婚のきっかけに大阪に出てきて、まあほとんど大阪なんですけど、僕はあのちょっと区切って申し訳ないんですけど、はい、音楽関係のお父さんなんだけども、はい、深道さんって音痴という噂が、はい、音痴、あのブログにのブログにあの音痴を必死に直そうとしてるあの男の一人だと思うんですけどあのここ言わない方がよかったですか。ちょっと音痴の話もさせてもらっていいですか。そのいや、なんかすごい人気者だったんですよねなんでそんなこと呼んでるんですか。いや、ブログですか。もうブログです。あ、そうか、ブログのこと書いたか。ブログですよ。で人気者で合唱祭の、そうです、まあ、人気者というかクラスで一番やかましいやつっているじゃないですか、そういう人間、はい、僕はまさにそういう小学校4年の忘れもしない合唱コンクールにすごく命を懸けるような小学校だったんで、はい、先生も先生ぐるみでも絶対勝つよみたいな、うんうんうん、でも生徒もみんな絶対勝つよっていう感じだったんで、僕もまあやかましい小学生だったんで、うん、お前ら行くぞみたいな、歌うに命かけるぞ言うてやってたんですけど、あのまあ多分見事優勝したと、優勝したんですよ。あ、もう合唱コンクールで、はい、あのクラスがですね、クラスが、はい、でまあみんなあの盛り上がるじゃないですか、はい、優勝してるんで、うん、でまあビデオを撮ってますと、何々先生がビデオを撮ってくれてるんで、はい、見ましょうと、おお見よう見ようみたいな、うん、僕もそのやかましい人間で、おお見るぞお前ら、お見ようぜって言ってたんですけど、はい、じゃあまあ見るじゃないですか、でまあみんなで一生懸命歌ってるわけですよ、おお見えなって言って、おおこれ多分優勝するよなと思って、うんうん、途中から僕もうっすら気づいたんですけど、一人めっちゃ外れてるやつがおるんですね、おおおおお待てよ誰や誰やねんこれ、おいえらい外れてるやつおるなみたいな、外れてるどころかもう声もめっちゃでかいし、うん、めっちゃ外れてるんですよ、うん、もうハモってるとかじゃなくて違う歌歌ってんちゃうかなってぐらいめっちゃ外れてるやつがおって、おいちょこれ言うてええんかな、俺ちょっと仕切り役やし俺が突っ込まなあかんのかなみたいな、俺が言うとかんとこのクラスちょっと気まずいかな思って、おいこれ誰やねみたいなこと言うとったら、みんなシーンってなって、うん、もうみんな気づいてたんですよ、それめっちゃ外れてるの僕やったんですよもうその時めっちゃショックですよね。その時どうやってその場を収めたっていうか、多分その笑いを取ったんですか。すいません、記憶を消してるんで、多分その後のエピソードはもう全く覚えてないです。最高です。で、その時のあのご両親の音痴と話になると思わなかったすいません、ここちょっと聞きたくて、はい、その時の家に帰ってからのコメントと、その時のお母さんお父さんかなの発言が素晴らしいなと思ったんですけどなんで教えてくれんかってみたいなああはい、そうです、そう、今めっちゃ思い出しましたそうなんですよ、僕そうなんですよ、うん、そのなんでそんなに自信があったかっていうと、うん、姉と母がいるんですけど、はい、まあもう母と姉に育てられたようなもんなんですけど、うん、もうすごい母さんの発言ですかね。そうです、もうすごい歌ってたんですよ、やっぱ楽しいじゃないですか、家族すごい仲がいいんで、うん、家でもずっとこうビートルズとかを熱唱してたり、イエーイとかっていうような家族だったんですね、うん、全員で歌って、でまああんたはうまいうまいみたいなそうっていう感じでやったんで、僕もうまいもんや思って合唱コンクール臨んでたんですけど、もうソウルの事実が分かった瞬間すぐここダッシュで帰ってですね、バーンってドア開けて、おかんなんで教えてくれんかってって言って俺音痴えって
んが何て言ったか多分そのブログに書いてると思うんですけど、その元気やったらええ元気やったらええやないよっていう声が大きくて元気に歌ってたらええやないのって言って、おーおーおいうことがあって最高ですね、はい、お母さん。でもそっからやっぱりその僕も音痴は嫌だったんで、その次の日からマイクとステレオあのテープレコーダーを買ってもらって毎日ですよ。中道さんの歌はエコスモーカーっていうのを弾いてもらったら聴けますのでやっぱりどっちなんですか、どっち歌ってるんですか。2人で歌ってますよね。あの2人で歌ってます。どっちなんですか。一番最初の方が僕です。セカ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 の方が僕ぜひ見てください。めちゃくちゃ面白いですこれ。またね、すいません、そこ聞きたかったなと思ったのと、はい、でそのまあそういうなんですか、音楽とか、はい、大丈夫ですか。はい、まさか音痴っていうのがバレるとは思う。いやいや、もう今音痴じゃないと思いますよ。あれ聞いたらね、まあ、音痴は治りますからね、うん、あの他人の指導がきちんと入れば治りますからね。一人では治らないですけど、客観的に聞いてくれる、はい、誰か聞いてくれてちゃんと言ってくれる人がいたら絶対音痴は治ります。めちゃ面白いのでまたね、皆さん見てほしいなと思います。でまあそういうなんていうのか、音楽とかに興味があり、はい、でそうです、というかそのまあ、あの両親が離婚してるっていうのもあるんですけど、まあ、父親にあまりそのこう少し育ってからは父親と接する機会も全くなかったので、まあ、その父親なりの優しさだと思うんですけど、うん、僕にビデオカメラを与えてくれたんですよ。あ、なんかプレゼントみたいな おもちゃとして、うん、そのまあ、はいみたいな、その、うん、あのスーパー8とか8ミリ その古いビデオカメラなんですけど、うん、それを僕はもう小学校の時から遊び道具にしてたというか、例えばお祭りがあったら撮って家持って帰ってきて VHS とこう編集して、まあ、また家族に見せて、へー、でそうやってこう笑いを取るというか、あの友達と野球をしに遊びに行ったらそれを撮って面白いことを編集して声とかを入れて家族に見せるっていうのを、うん、まあ、ずっとやってたんですよね。あ、じゃあもうずっと昔からやっている延長上に今があるような、はい、そうですね、だからずっと映像をやってたっていう感じですね。うん、ただまあそのちょっと高校の時に僕もその体調をちょっと崩しまして、はい、休学するぐらいまで体をちょっと悪くしたんですよ。でそういうこともあり、はい、そのちょっと人生がめちゃくちゃになったわけじゃないんですけど、はい、僕の自身がちょっとそのもうすごい生まれくさーとかって言ってたちっちゃい頃はそうだったけど、そう、もう中学高校とそんな感じだったんですけど、うん、そんな人間が急にもゴロンってこうあのもう動けないような感じの、そうですね、動けないぐらいの時期があって、うん、休学までもしてあのでそのままの流れで大学受験もできなかったんですね、うん、もう体がそういう状態じゃなかったので、でまあどうするかなって言った時に結構その時も頭が真っ白だったんですよ、はい、僕その過去やってきたこともなんか全部真っ白になった感じ でとにかくまあ昔からあった海外を見ときたいっていう思いだけは残ってたので、はい、もうこの先どうなるかも分からへんし、うん、海外に行こうってことで、まあ、一番気軽に行けたオーストラリアに一人もう航空券とビザだけ取って、バックパック背負って向こう行って何するかも全く決めずにとにかくお母さん来週行ってくるわぐらいの感じでオーストラリアに行って、そのまま1年いたんですけど、向こうでどんなことされてたんですか。向こうはオーストラリアを一周しました。もうとにかく全部を、そうです、 旅をするぞっていう、うん、あの目標で行ったので、もう全部点々ともう本当に 名所名地と言われるところを全部回って、はい、あの旅をしたんですけど、うん、その途中でたまたまなんですけど、はい、そのビデオカメラと Mac を持って、うん、あの Mac? マッキントッシュです。あ、パソコン、パソコンの Mac を持って、はい、ハンバーガーじゃないですよビデオカメラとマックね、はい、結構いますよねそういう人ビデオカメラとマックは結構まあおっさんとかでそうですじゃなくて、はい、ビデオカメラとノートパソコンを持って、はい、オーストラリアを一周してるお兄さんに出会いまして、でその方とお酒を飲む機会があり、はい、うんうん、で僕も全くそういう過去その病気で倒れたことがあったんで、その全く信じられないぐらいその
過去映像とか音楽に携わったことを忘れてたんですよ。へー、そのくらい、そのくらい忘れてたんですよ。で、その男の人と喋ってて、あれとあれやってたな俺みたいな、あ、俺人生で目標あるってそこで思い出したんですよ。あ、これで人を楽しませる、そうです、ことができるみたいな。映像を撮って自分で編集をして、その人はちなみに映画を自分で作ってたんですよ。なんかこう自分でこう撮って Mac で編集して映画にして人に見せるっていうのを聞いて、はい、あ、すごいですねとかって話を聞きながら、あれ俺やってたなみたいな。でそれですごいもう思い出して、はい、あ、俺人生でやることはそういう映像とか映画とかそういうのを作ることだっていうのを思い出して日本に帰ってきたんですよね。じゃあ病気にならなかったら、そのままそっちの道に行ったかって言ったらまた分からないですよね。そう、分からないですね。大学受験もされて、はい、そうですね、本当違うことやってたかもしれない、はい、分からない、そのまま大学を受けてたのかもしれないです本当に。そこあれですね、ビッグストーリーですね。そうですね、もう人生が変わります。でもまあやっぱりそうです、その病気がやっぱりターニングポイントというかすごいきっかけになってますよね。その母親の愛情にやっぱり気づけたのもその期間なんで、もう本当にそういう、離れてる時、いや、あの両方ですね、まず病気で病気になった時、なった時に本当にここまでこう愛情を持って介護をしてくれる人がいるのかっていうのに、当たり前のことなんですけど、あの気づいたんですよね。すごいありがたいなって思って、で、まあ、その後にあのオーストラリア行って、あの単身一人であの野宿とかもしながら一周したんで、その時もやっぱり母親 の, あの愛情に気づいたりっていうきっかけがあったんで、そうなんだ。でお母さんの愛情を知りつつ、はい、その旅で出会った人でまた思い出し、はい、で今こうやって会社を、そう、そうですね、そう、会社始めて何年ぐらい、会社始めたのは2006年です。それまで一人でこうお店の映像を作らせてもらったりとか、なんか会社の映像を作らせてもらったとかっていうので食いつないでるというか。あ、エビックスさんのやつやってた、あ、エビックスとかは最近ですね。最近ですね、はい、すごい、あ、皆さんたくさんコメントを入れていただいて、あ、クロさんが、はい、プレムビの話題はっていうプレムビ紹介、あ、そう、プレムビっていうふうに打てば YouTube とかで出てきますよね、はい、うんうんうん、自分で録音して聞いて初めて気づくこともあるみたいですね。あ、さっきの話題で、もうすいません、そっち言っちゃって。皆さんもぜひ、今割とうまいですね。今割とうまいですね。これは質問か、これあれですね、これはイナッチですね、やかましは。イナッチさん、イナッチやかましは、今割とうまいですね、やかましは。イナッチさん激うまいですね。イナッチはもうね、イナッチさんとの出会いとか、クロさんとかの出会いとかって、はい、なんか、あ、また話がね、あれですけど、それはすごく長いです。ちょっとき、あ、そっか。めっちゃおもろいんですけど、めっちゃ長いですね。絶対時間が。素敵的な、ね、こんなに歌うまい人と出会うことってあまりないっていうぐらい、すっごいうまいですもんね。イナッチさん。すごく長いんで、かいつまんで言うと、はい、イナッチって、営業マンとしてうちに入ってきたんですよ。え、営業マン？友達の紹介でちょっとなんか営業みたいなやつが欲しいなと思ってて、僕も作りたかったんで、はい、じゃあ友達の友達でなんか仕事取ってくる人って言うんですよね。そうです、そうです。ほんならちょっと多分嘘ついとったんでしょうね、僕営業みたいなできますみたいなことを言って入ってきて、あ、イナッチさん、あ、すいません、ちょっといい写真、皆さんいいのかな、これイナッチさんごめんなさい。これ稲津さんの写真ですね。素晴らしい、最高。稲津さん見てますか？見てますよね、きっと。嬉しいな。今のは多分皆さんブログ見てください。今のは歌ってる最中ですね。熱唱してるところですね、多分あれ。うわー言って。え、稲津さんって曲作って歌って全部やられるんですか？全部やってます、はい。すごい才能、はい、すごい、すごい才能だと思います。すごい才能、はい、営業マンに入ってきたんですけど、嘘だったんですか、営業マンですっていう、はい、まあ多分嘘だったと思うんですけど、やりたいなっていう思いがあって
や多分もうどっかに仕事に就きたかったのと思うんですよ。で入ってきたら入ってきたでなんかもう全然できなくて、はい、友達の紹介なんで信じて入れたみたいな形で、はい、でその一人その時は音楽作るやつがいて、うんうん、そいつと一緒に作ってたんですけど、だからいなちは営業なって言って営業やらしてたら、なんか途中でもうしんどいみたいな営業が、うん、辛いって言うんですよ。何を喋りかけても辛いって言うんで、はい、どうしてみたいな、はい、僕営業辛いってお前営業マンちゃうやんけみたいなお前営業マンちゃうのっていう話になって、はい、僕も無理ですって、はい、いや厳しいですってなったんで、うん、で音楽をちょっとやってるっていうのは知ったんですよ。音楽をちょっとやっててすごく好きなんで、うん、ファンに連れてくださいって言って入ってきたんですよ、はい、でまあじゃあもう営業そんなに辛いんやったらしょうがないなって言って、じゃあ曲作りをちょっとだけ手伝うかって言ってちょっとずつ手伝わしてたんですけど、うん、なら上がってくる曲が全然期待してないじゃないですかで、ああこんなの作ってきたんやと思ったら、うん、まあまあええやんっていう感じでやってたんですけど、うん、なんか次上がってきたやつとか僕も最初気づかなかったんですけど、はい、うん、こんなんかって次はみたいな、次じゃあこんなん作ってって言って、じゃあ作りましたって言って、はい、あれめっちゃええなってあれちょっと待ってめっちゃええよなと思って、僕もまあいろんな方と音楽を作ってたんで、うん、ある程度はその聞く耳は多少はあると思うんですけど、うん、じゃあお前めっちゃすごいやつちゃうんけみたいな、あいやすごいですよ稲地さん、感動しますよ。そうそう、だからもう実はめちゃめちゃ器用で音楽も、で歌ももう本当にプロ並みに上手くて、いやプロですよそうですよね、歌も歌唱力とかもあれですよね、着メロなんていうんですか、着歌フル、はい、配信になったんですよね。本光寺が、本光寺のあの歌が着歌フルでドワンゴから配信されてますすごいです皆さん、ぜひダウンロード、はい、元気になれると思う本当ですよね、はい、元気になれるというか、あのやっぱりご利益がありますよね、うん、あれはね、はい、そういうやっぱりそういうのって運って気というか、運って宿るみたいで、うん、物とかに、はい、住職がやっぱりこう、うん、念っていうと変ですけど、その思い、住職のちゃんとした思いっていうのがこう入ってるものとか、うん、ああいう曲とかっていうのはやっぱり目には見えないものなんですけど、ご利益が宿るんで、うん、やっぱり運が入ってくるんじゃないかなと思うんですけどね。いやいやすごいですすごい出会いも引き寄せたんですよね絶対ね。あ、もうありがたいお話でも本当に運、うん、だと思います。すごいですね。私もう一個いっぱい聞きたいことあるんですけど、はい、一番聞きたいなと思ったのが手放すっていう話が、はい、住職さんから教わった話ですか。そうですね、本光寺の住職から教わりました、うん、手放さないと入ってこないよっていうような、はい、そうですね、すごいいいキーワードがあって、はい、すごいなんかグッときたんですよね、はい、あれってなんかこう手放すものをなんか日々こう意識してやってたりとかするんですか、はい、そうですね、まあ手放すことという、そうですね、手放すことは、うん、変な話24時間気にかけてやってますね。何か手放す、まあ、2つあるんですけど、1つはまあずっと自分が抱いてきた固定観念っていうのを、はい、いい素晴らしい方にお会いしてお話をお聞きすると、うん、もう素直にそっちのお話を聞いて、こっちは手放すっていうことは常に考えてやってますね。なんかその普通は手放したくないですよね人って、はい、なんか例えば、まあ、お金もそうですし、人もそうですし、はい、なんだろうな、情報とかも結構貯めて自分のものってしたいんですけど、はい、そこで手放すことの価値っていうのって、はい、すごい読んだ時におおって思ったんですよね、うん、自分も前の会社を、まあ、手放すっていうか辞めることになって、はい、今に来た時に、まあ、例えばこのね番組とかも掴めたっていうのは、はい、まあ、前広島にいたんですけど、広島にいたらこれできなかったことかなと思いますし、そうですよね、こういうふうにご縁をたくさんこういただけるのも、はい、まあ、ある意味手放したものが大きかったから、それ以上のものがゲットできてるんじゃないかなとかって、はい、まあ、いいように考えて、いやでもその通りだと思います。なんかそういうふうなイメージがちょっとその読んだ時に来て、はい、うん、まあ、確かに手離さないとつかめないみたいな。そうですね、うん、もう住職の言葉はすごい印象できたね、その、うん、もう
いっぱい持ってると次のものは持てないから、うん、簡単な話1個置きなさいって、じゃあ次のものを与えられるからっていう話、うん、もうすごい納得でしたね。そのプレムビもね、はい、やっぱり新しいものを毎回やっぱ想像するクリエイトするっていうのって結構手放さないと新しいことに挑戦できなかったりとか、はい、そういうのがあって日々そう挑戦されてるとか日々手放すってことにもつながっているのかなとかいうふうに思います。そうですね、うん、常にあの いいことは絶対同時に悪いことだと思うんで、あ表裏一体、表裏一体だと思うんで、うん、光と影じゃないですけど、うん、例えばどんなにそのお金持ちで地位も名誉も あったとしても、うん、僕はもうすごい幸せだとはいえその時絶対見えないことが必ずあると思うんですよね。そっちもやっぱ見に行くか見に行かないかって全然違うと思うんで、常にやっぱり何か一つのものを与えられたら必ずその、まあ、中心っていうと曖昧ですけど中心点を置いてその反対側のものを同時に必ず同時に見に行くようには心がけてますね。うーん、難しいけど分かる気もするっていう、はい、なんかこの前、高見さん紹介してくださった、はい、あのしんちゃん、ね、はい、皆さんも覚えてるかなと思うんですけど、はい、あの方も会社を、ね、2つ手放したっていう話をされていて、手放すって結構大変な行為だけども、はい、それをできてるっていうのがすごいなと。しんちゃんすごいですね、その辺が本当に大きいものを捨てて、うん、次々そういうすごいパワーがありますよね。僕も一緒に今お仕事させてもらってるんで、うん、打ち合わせするんですけど、はい、そういうよし決めた次っていう気持ちがすごく人より強くて熱くて、めっちゃ勉強になりますね、その部分は。なんかそのあの後なんですけど、はい、この間の放送の後、はい、あのまあちょっと飲み会というかね打ち上げした時に、きっかけは実は中さんがくれてたりとか、ね、そういう話があって、はい、中さんすごいってまた言ってたんですけど、まあ、今日も ね、はい、中さんつながりで、はい、話が、うん、進んでったというか、はい、こういうご縁が、ね、できた中さんのおかげだったなと思ったんですけど、はい、いや、ね、人間の縁って不思議ですよね。不思議ですね、本当に。うん、ありがたいですね、本当に。いや、なんかこうまた話が長くなってしまったんですが、はい、そろそろじゃあ、はい、次のゲスト、はい、のご紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、電話してもらっていいですか。はい、はい、じゃ皆さんゲスト、あ、質問とかあったらどんどん、ね、ツイートしてください。見てくれてるかな。見てると思います。これ行っちゃいますか。じゃじゃん。もしもし。つながりました。つながりました。はい、見てますか。見てますか。あ、本当ですか。ありがとうございます。見てもらってるんですね。次12月3日出てくれるかな。で、はい、吉橋さんです。カプセルコアシティの、はい、お仕事はモヒカン。モヒカンです。はい、でズバリどんな人かっていうとテレアです。はい、はい、でももうすごい、はい、めっちゃ楽しみです。すごい尊敬する社長なので、はい、はい、あ、これはもう言っちゃっていいんですか。はい、12月3日金曜日です。夜9時です。夜9時、お決まりで出てくれるかなと、はい、言っていただきたいんですけど、出てくれるかな。オーケー。ありがとうございます。ありがとうございます。また連絡させてもらいます。はい、また連絡しますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、あ、はい、これ止まってるけど大丈夫ですか、画面。はい、じゃあ、あの吉橋さん、はい、 OK です。あ、 OK なんですね。はい、じゃあ吉橋さんのちょっと説明というか、はい、してもらってていいですか。はい、はい、じゃあ、はい、吉田さんの説明を、はい、まあ、このままの人です。モヒカン、24時間モヒカンです。あ、ごめんなさい。
24時間モヒカン、まあ、今もモヒカンですか、はい、そうですね、今も今もモヒカンでこれを見てると思います。あ、じゃあきっと皆さんも今見てくださってる方は、はい、吉橋さんご存知だと思うので。あ、そうですね、はい、なぜかというと本光寺の映像の、最初に出てきたあのモヒカンです。拍手拍手あの方が来ていただけるんで、もう絵に描いたようなテレアです。わお、はい、でももう心が素晴らしいのでぜひともここで暴れ回ってもらったらと思います。はい、多分今もこれ見てもう悲観で笑ってるんやと思います。はい、ありがとうございます、はい、ございます。じゃあ 来週吉橋さん楽しみにしてください。はい、はい、じゃあですね、これからよここにまとめ書いてもらってもいいですか。はい、はい、今日のまとめ今日のまとめお願いします。じゃあその間にちょっと私の方からちょっと宣伝とプレゼントもねしたいなと思うんですけど、今日はこれネギ、これネギタオル、ネギタオル、なんかそんな感じネギだろうかタオルだろうか、ね、ヨネギーズっていうなんかよくわかりませんけど素敵なタオルがプレゼントです。2本、いる人いるって言ってください。裏返ったって声のことかなはい、いるって言ってくださった方にお渡ししたいと思います。2つ、あ、声が裏返りましたね、笑えてすごい。あとですね、実はこれだけじゃなくて、これだけお持ちなのこれだけじゃなくて、実は今日今見てくださっている方全員にプレゼントしたいなと思っております。何をかはですねお楽しみなんですけども、クリスマスに何かプレゼントが届くということをしたいなと思います。今44人の方見てくださってますので、ぜひあ、ニラじゃないネギあ、いるって黒さんがお、あ、じゃあ黒田こういうの好きですからね。はい、じゃあ黒さん、これで汗をふきふき頑張ってください。黒さんに一つ。おお。あと一つ、中見さん、誰か選んでください。ぜひ。はい。じゃあさっきの声を裏返ったのを突っ込んでくれた方で。声突っ込んでくれた方いっぱいいるかも。あ、マジですか。突っ込んでください。え？声裏返りましたね。あ、ほんまや。ネギ裏返った。あ、ほんまや。みんな鋭いな、めっちゃ。鋭いですね。どうしましょう。読めない。読めないです。裏返ったって言ってくださった方。はい。でいいですか。はい。はい、じゃあネギ当たりました。え、裏返ったってなんて読むんでしょうね。これはゼノメディアブレンドですね。あ、ゼノメディアブレンドさん。はい、はい、僕の友人です。あ、本当ですか。はい。じゃあネギ2つ持って帰っていただいて、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ、あと今見てくださってる方へプレゼントがありますので、クリスマスプレゼント家に届いてもいいよという方はですね、私の方に私を、何ですか、フォローしてもらって、で、私がフォローし返しますので、フォローし返すって言うんだって、で DM を送っていただいたらクリスマスプレゼント何かしら届きますので楽しみにしてください。よろしくお願いします。あ、またプレゼントありがとうございます。じゃあ全然地区ですいません。はい、じゃあですね、ちょっとまた今日も来てくださいました。はい、青山です。駆けつけました。第2回目のゲストさせていただきました。今日はすいません、とんでもないです、とんでもないです、そんな。この本をプレゼントしたいと思います。あ、で、さっきね、先生、はい、
ツイートしてくださったんですか。鳥羽先生、ツイッターの先生でもあるんですけど、もともとは精神科医の先生で、あ、前回脳内物質仕事術っていう、あれいい本でしたよね、はい、でこれはツイッターの本で樺沢先生のサインまでもらってきちゃいました。すごい、ありがとうございます。欲しいって言ってください。皆さん欲しいって言った人、そうですね、はい、ぜひ欲しいって言った人、サイン付き、はい、数多くあるツイッターの本いくつか読んだんですけど、これで私は個人的には目から鱗が落ちて、あ、ツイッターの使い方ってこうやってやるんだっていうのがすごくよく分かってですね、私、まあ、先生も言ってるんですけど、ナンバーワンだと思います、これ本としては。おー、ツイッターの本ナンバーワン来ました、ありがとうございます。ぜひこれ当たった人すごいラッキーだと思う。川沢先生今も見てくれてるかな、もしかしたら見てくれてますでしょうか。あ、嬉しいですね。もう7万人もフォロワーがいるんで、ね、あ、先生だやったすごい嬉しいですね。ありがとうございます。でサイン入り、ちょっと先生の宣伝じゃないんですけど、あの12月7日に川沢先生が年内多分最後になると思うんですけど、ツイッターのセミナーもやりますの、うん、で、あのホームページで川沢先生、川沢シオン、ツイッターっていうふうに検索すると出てくると思うので、うん、はい、ぜひ、あの私も実は参加するんですけど、私に興味ある人はいないと思うんですが一緒に受けませんか。そんなことないですということで、これプレゼントします。はい、じゃあ、あの選んでいただいてよろしいですか。あ、今日はもうゲスト、あ、そっか、ぜひ、はい、中見さんお願いします。じゃあ、あの声が裏返ったってリンターもう一人ですよ。はい、もう一人イデちゃんかな、イデちゃん言ってみるもんですよね、そういうのって。イデちゃん、おめでとうございます。じゃあ、ひでちゃん当たりました、おめでとうございます、はい、あ、欲しいって言ってくださってる方いっぱいいるんですよね。はい、ありがとうございます。はい、あのブログ等でも紹介しますので、はい、ぜひ皆さんこれ買ってください。買う価値かなりあると思います、はい、もう一回、ツイッターでビジネスを加速する方法でございます。あ、ありがとうございます。じゃあ言ったと思いますよ、はい、はい、すごくいい本なので、ぜひ皆さん当たらなかった方はアマゾンで、近くの本屋さんでお買い上げいただければと思います。ありがとうございます。あ、青山さんで一言だけ、青山さん一言だけなんです、はい、すごい、すいません、青山さん、ありがとうございます。今日も、はい、今日も中さんの話いっぱい出たんですよ。こんばんは、イエーイ、僕の話してくれてるんですか。レギュラーですね、レギュラーありがとう。今日はちょっとこんなラフな格好してますけど、今出てきましたね。もう電車止まってて、あ、そうなんですか、びっくりして、マジでもう、どうしよう思って、タクシーしか間に合わないなと思ったら発車したんで、ギリギリ間に合いました。念力ですか。で、僕からもプレゼントでいいですか。ありがとうございます。実はこれコミュニケーションの真髄をちょっと書いてるんですけども、これめっちゃいいですよ。実はですね、これ全部デザインしてくれたのはこの中身さん、そうなんですか、こちらです。すごい。で、一応僕のサインを入れました。欲しい方がいらっしゃいましたら、欲しいと、はい、欲しいって入れてくださいね、ぜひ。あ、こんばんは、中さん。こんばんは。あすか君。あすかさん、いつもね、いつもありがとうございます。DVD は見てくれはったんかな。あ、そうだ。多分感想欲しいですよね、当たった人。あ、そうですよね、はい、ぜひぜひ。なので、これは、素晴らしいですよ。これはもう、これぜひ読んでほしいです、本当に。ね、さっきあの僕の音痴の話が出たと思うんですけど、うん、あのすいません、出した。中さんが常におっしゃってるのが、はい、コミュニケーションにもやっぱり音痴がいらっしゃってて、はい、休み人と人とのコミュニケーションもコミュニケーション音痴って言って、うん、小学4年の僕が気づいてなかったのように、ご自身ではやっぱり傷つくことがなかなかできないんですよね。うん、本人は悪気はなくても、はい、そういうのってやっぱり、プロが見て、プロに第三者としてプロに直してもらわないと直らないっていうことをすごくここによく書いてあって、こうする、こうすればいいんですよっていうのがすごく分かりやすく書いてます。ぜひ、かなり貴重な、はい、素晴らしい、2つ、はい、いいですか、2つもありがとうございます。じゃあ、はい、いいですか、選んでもらって、あ、マジですか、はい、もう欲しい、それ本屋さんで買えますかって、これ非売品なんです、非売品、はい、あ、じゃあこの方ですね、そうですね、当たりました、はい、こっちが、あ、本当ですか、入れちゃうすごいですね、井出さんっていうんですか、井出さん、はい、すごいですね、井出さんすごい、気を出るな、井出さん欲しいですって言ってくれる人と、あ、カワゴン、あ、じゃあカワゴンに送ったら井出ちゃんも見れると思います、あの、あ、本当ですか、はい、
じゃあカワゴンにこれ送りましょう。はい、はい、じゃあもう一人、はい、卵の人がいましたよね、さっき。卵の人が卵の人あと一個言っていいですか。はい、僕はあの今一緒にですねヴィーガンって言って、はい、その話出ましたか。あ、出てないです。出てないです。はい、玄米と今野菜だけで過ごしてます、2人で。で4キロ痩せました。わ、僕は5キロ痩せました。すごい。まだ9日目です。今日で10日目なんですけど、すごい、結構ダイエットしたい人はおすすめです。おすすめですね。そんな何かあったら聞いてください、2人に。はい、玄米と野菜だけです。野菜だけ、はい、しかもめっちゃ元気です。はい、どんどん元気になるんですか。元気めちゃめちゃ元気です、本当に。体調めっちゃいいですね。はい、そんなこともダイエットは聞いてください、本当にね。絶対成功します、ね、僕多分見たら分かるんじゃないですかね、この間出た時と全然、もう4キロ差ありました。めっちゃ、はい、違う、顔が違う。めちゃめちゃ元気で痩せますんで、はい。あ、放送でも言っていたアンダースタンドの法則はすごい。ああ、ありがとうございます。その通りです。アンダースタンドの法則マジですごいです。もう一人決めてないですよね。はい。今カワゴンさんに決まったので、もうお一方。はい、この欲しいって言ってるやつ、これイナッチですね。やかましいわ、お前。イナッチ。してんねん。何をしてんねん。突っ込んでほしいだけでしょ。どなたにしましょうか。もう一個じゃ、中さん。はい。中さん、ブログ読んでますって言ってくれてはる人。おでもいいですか。まず、ムーンチャイルドさん、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、なりました。ぜひ当たった方は私にメッセージを、住所を送ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。中さんの話めっちゃしましたよ。マジですか。ありがとうございます。そんな嬉しい。いや、なんかね、こう、天気に、中さんにこう助けてもらってるっていう話で。すごい。アーティコミュニケーションが助けられてます、ね。じゃあ、今日のまとめいきたいと思います、はいはい。まだまだちょっと話聞きたいことあるんですけど、はい、また第2回目を楽しみに、はい、して、あ、ダイエット成功するんだってシンディさん。ダイエット成功しますよ、本当に。痩せてるって。ダイエット成功します。ダイエットを目的じゃないんですよね。そうですね。そこがいいのかもしれないですね。はい、うん、でもダイエットは気づけばめっちゃ簡単ですけどね、その痩せ方さえ1個覚えれば。うん、ぜひブログでもツイッターでもお二人にどんどんね、はい、質問してもいいですか。はい、全然、はい、してもらったらと思います。はい、面白い笑い顔痩せてる。ありがとうございます。うん、はい、じゃあ今日のまとめ、はい、今日じゃあ私からいきますね。はい、はい、今日のまとめ、じゃじゃん、新しいことをすると風が吹くというふうに書いてみました。すごい、ちょっと回りくどいかな。どうでしょう、なんか新しいことをすると風ですね、まあ、反発があったりっていうのが来たら、あ、新しいことしてるんだなと思ったらいいのかなというふうに思います。何もしてないと風も吹かないのかなというような意味合いで書いてみました。前に進む時にはね、まあ、何かあって当然っていうぐらいでやると、またそのチャレンジも楽しめるかなというような意味で書いてみました。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、アミさんお願いします。どうぞ。僕はこちら、上徳谷のごとし、まあ、上徳は谷のごとしっていうんですけど、はい、まあ説明するとすごい長いんですけど、まあ、大切なことは谷の方にあるっていうことなんですけど、山が2つ並べば、その見た目から山がやっぱりどうしても見えてしまいますし、例えばすごく高いかっこいい山だったら、ああ山だっていうことを見た、パッと見るとそう見えるんですけど、本当に大切なこととかは、山になかなか人って住めないじゃないですか。山と山の間に谷が必ずできて、そこの谷に実はこう人が住んでいたり、衣食住をしていたりするっていうのは、やっぱり谷のところですると思うんですね、平地というか。うん、
物事ってこうさっきの、まあ、捨てるにもすごく近いんですけど、僕が物を作る時も大切にしてることなんですけど、パッと何かが見えたら、山が2つ見えたら絶対に谷があるっていうのを必ず考えるようにしてます。こういうへこんだ部分、目立たないところにこそ大切なものがあるというふうに僕は、心がけてやってます。はい、エコーかかるのでもう一回いいですか。せ ー,、はい、せーの、上徳谷のごとしちゃんと行けたかな。ちゃんと行けました。ちょっと小さかった。もう一回行きます。また音痴でした僕。ありがとうございます。はい、で、はい、あ、もう一つあるんですけど、そうだ、そっちまで行けなかった今日。金子みすずさんを呼んでください。金子みすずさん、皆さんご存知でしょうか。私は不勉強で知らなかったんですけど、昔のあのおしんちゃん、わー、ゲストがまた来てくださいました。みんなね、電車が止まってたものやから、ですか、ね、さあ来ました。でれん、じゃーん、映るかな。どうなったの、どうしたの。しんちゃんいらっしゃい、見て、どんなやで、どんなやつ、もう長前電車が鍵閉まってて、あ、そうですか。トラブルぶっちゃうじゃないですか。10時で閉まっちゃう。ほんとごめんごめん。とんでもないです、とんでもないです。どうやって入られたら大丈夫ですか。もう便乗させていただきました。すみませんでした。すみません、もうすみませんでした。あ、ありがとうございます。いっぱい時間ない。お酒飲んでよ。お酒飲んで。あ、すみません。今日は酔わないように。そうですよね。みんなが寝ちゃいっぱいだって。今日終わって。あ、ほんとに戻らせていただきました。あ、なんかいいですか。なんかメッセージがあれば。メッセージ、メッセージ。エコーかけますよ。あ、エコーかけますよ。前回のもね、たくさん見てくださってて、もう500、600近いの。あ、本当ですよ。はい、あ、ありがとうございます。どうした、これ。はい、もう出ております、どうぞ。あ、そうですか。はい。あそこです、カメラは。皆さん、すいませんでした、この前酔っ払いました。皆さんもよろしくお願いします。それで、ありがとうございました。あ、ありがとうございます。金子みすずさん、すみません、はい、金子みすずさんを呼んでいただきたいと思います。うん、金子みすずさんは、まあ、あの昔の童謡詩人なんですけども、うん、日本語の最高レベルと言われてる、あの東大の、日本語の国語の入試問題にも採用されてるんですけど、うん、要はその、まあ、すごいテンポがいいっていう詩ではあるんですけど、その一番ポイントとなるのは、こう人の、あの影の部分に必ずスポットを当てて、あの動揺というか、優しい、本当に優しい詩を読んでる人なんですね。だからこの金子みすずさんの詩を読むと、こう人々がこうすごいいやーって嬉しい裏には、実は誰かが寂しい思いをしてるとか、すごい頑張った裏には何かがあるとか、ですごい寂しい思いを抱く裏にもまだ何かがあるっていう、その裏側をすごいたくさん描いてる方なんで、うん、ぜひ読んでもらいたいと思います。お願いします。そう、私が中水さんのブログにすごくハマっていて、あの面白さはどこから来るんですかという質問をしたらですね、金子みすずさんが原点だというふうにおっしゃられて、はい、もうすっごい興味が出ましたよね。何かの漫画とかなのかなって思ってたんですけど、漫画とか映画とか、やっぱりその辺メディアなので、ね、そうかなと思ったら、もっと深いところにあったということで、はい、ぜひ読んでいただきたいですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、今日もたくさん話を聞かせていただいて、本当にありがとうございます。飛び入りでみんなの愛を感じるなと、はい、嬉しいですね。楽しかったです、本当に。ありがとうございます。次の、ね、ゲストも、はい、もう時間が来ます。とても興味があります、はい、皆さんも顔も分かるので、はい、そうですね、はい、楽しみにまた来週来ていただければなというふうに思います。ありがとうございました。最後にちょっと私の案内させていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、前回もちょっとご案内したんですけれども、今度ですね、12月18、19日に、合宿を行います。
2011年を最高にハッピーにするための合宿ということで、合宿をして来年の予定を立てましょうっていうようなことをします。はい、来年ハッピーにするために何をしなければいけないかっていうようなこととかが、この、チラシに書いてありますので、ぜひぜひね、アクセス、私のブログに今も案内載せてますので、アクセスしていただいてご参加いただければなと思います。11月中にお申し込みいただきますと5000円オフになっておりますので、お早めにお申し込みいただければと思います。またこのチラシがね欲しいなという方にはお送りいたしますので、ぜひ気軽に声をかけてください。はい、じゃあ最後ちょっと皆さんのコメントを読んでね、はい、終了しようかなと。あ、はい、稲地さん、お伊藤とようさんも言ってましたね、金子みつさん、へえ、そうなんですね。はい、井出ちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんたくさん書いてくださってありがとうございます。はい、ぜひぜひ来週も、はい、生放送なので何が起こるか分かりません、はい、本当ですね。はい、20分も押してしまいましてごめんなさい、はい、はい、楽しいのでね、はい、押しちゃうということで、はい、嬉しいです。まだまだお話伺いたかったんですけれども、はい、よかったら来週も語りに、はい、来てください。わかりました。後ろで。ありがとうございます。そうですね。行きたいですね。後ろ、ここの間に。モヒカンが刺さりそうなんですよね。後ろから聞いてたら。ありがとうございます。はい、来週は12月3日、もう12月ですね。はい、3日、金曜日夜9時になっております。ぜひぜひアクセスしていただければと思います。はい、はい、ということで、あ、マシューさんからも何かありましたっけ？広告。明日。明日？明日。あ、そう、明日。明日27日土曜日、あ、はい、ここで言えばいいんだな、お願いします。高円寺の、はい、とあるバーで、とあるバーでたこ焼き、あ、アートとたこ焼きのなったらがパーティーパーティー、アートとたこ焼きパーティーがありますので、はい、お時間のある方は、はい、詳しくは、はい、スタジオのホームページの方に書いております。スタジオのホームページの方に書いておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。たこ焼き食べれるんですか？たこ焼きは食べ放題で200円とか言って書いてますね。で、めっちゃいいですね。チャージが500円、チャージ500円プラスワンドリンクで、はいはい、あとはたこ焼き200円券を買えば、はい、すごい楽しめる、朝まで楽しめる朝までアートとたこ焼きを、たこ焼き好きな人は朝はそこからはい、ということでした。はい、ありがとうございました。じゃあ最後にですね、はい、バイバイっていうのをビゴラースと言っております。はい、わかりました。はい、それでは皆さん、はい、また来週、来週ビゴラース、さよなら、ビゴラース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 、世界中を包み込むあなたの注ぐあなたからの祝福、ハレルヤ、ハレルヤ、世界中を包み込むあなたの大きな愛の力、止まらいつでも感じています、光のない安らぎのないクライ、そんな世界あなたは舞い降り